本日はベースランド新木場さんで撮影をさせていただいています。はい、皆さんこんにちは。スポーツメンタルコーチの今波です。前回の動画でバントの練習方法について、説明させてもらったんですけど、今回の動画は僕がそのやっていた練習方法について話をしていたことを実際にやってみたいと思います。それでは、まず最初に僕がバントをしてみたいと思います。先ほどは高級でやったので、次は何級でもやってみたいと思います。はい、今僕がバントを実際にやってみたんですけど、前回の動画で僕バントの練習をするときに、意識しているポイントが4つあるということを、お伝えさせてもらったんですけど、まず動画でもう一度確認していただいたら分かると思うんですけど、まず最初に左手でバットを握る位置ですよね。このバランスがいいところっていうのを、僕はこのクボタスラッガーのこのバットをずっと、プロ野球選手の時は使っていたので、大体このマークのどの辺を握れば自分がバランスよく握れるのかなっていうことをもう理解をしているので、パッてバットを見たらもう僕はスラッガーとこの NPB のマークのちょうど中心ぐらいを握ってあげると、僕がすごくバントをやりやすいバランスで握れることを知っているので、ここを必ず握っていました。この握るポイントを左手でしっかりと握ることができたら、次は目線をバットの先に僕は向けて、バットの先っぽに当てるイメージを作ります。次にこの握っている左手をギューッと力を入れて、指先の方ですかね、この第一関節あたりぐらいを意識して、ギューッとバットを強く握ります。動画で見たらちょっと伝わりにくいかなと思うんですけど、実際に今バントをやってみた時も僕はすごく左手にギューッと力を入れていました。この左手の握る強さで、ボールにうまく負けてくれるというか、ボールの勢いが殺せるぐらいの力加減を僕は知っているので、その力加減でギュッと握ったので、動画を確認してもらうと、打球バントしたボールで勢いが殺せていることを確認していただけると思います。最後に左手ギュッと握ったら、次僕がやっていた動作、こういう風な動作入っていたと思うんですよね。こういうふうな動作をして、どこに転がすのっていうことを決めてるんですよね。どこに転がしたいの、どこにバントしたいのってことを決めて、この角度クイッとクイッと前に倒します。今バントをやったんですけど、横から見るとこのバットの角度ですね、これ正面ですよね。正面から僕このくらいの角度でずっと構えてました。かなりファースト側に構えてると思うんですよ、一塁側正面がこれですね。で、こうやって体を揺すってヘッドをクイッと角度、最後調整をしてバントをやっています。
実際に何球か見てもらったと思うんですけど、全て正面ではなくファースト側に倒し、なんかこの角度で全てバントを行っていました。以上が僕が実際にやっていたバントの練習方法、バントのやり方になります。まあいろいろ僕も試行錯誤しながら、どうやったらうまくバントって決めれるのっていうことを、考えてトライしながら作り上げていった形なんですけど、やっぱりバントがうまくいく人とうまくいかない人の違いって、バントをやる形だっていうふうに僕は思うんですよね。もちろんバントをやる時の心構えも大切なんですけど、バントがうまくいかない多くの人が形が決まっていなかったり、バントがうまくできる形じゃなかったりするってことが多いので、もし皆さんがこの動画を見て、何か、バントをする時の参考にしてもらえたら、すごく嬉しいなというふうに思います。ということで今回の動画はバントの練習方法、まあ、僕がやっていたバントのやり方ですよね、形だったりについて、説明させてもらいました。動画の中で硬球と軟球、この2つ、どちらのボールも、バントしてるんですけど、基本的に硬球も軟球も、形は変わりません。変わるとしたらボールの性質の違いがあるので、軟球の方が弾みやすい。なので弾みを利用してバントをやるのか、弾みを利用せずにバントをやるのかっていう意識の違いだったりするだけなので、しっかりとバントをやる形さえできていたら硬球も軟球もうまくいくと思います。今回の動画は以上になります。もしこの動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄に僕のウェブサイトも載せておくので、もしよかったら覗いてみてください。 Twitter もやってるのでフォローもよろしくお願いします。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。